さあ、あとはね、ね、宇宙人の話も出ましたし、うん、では僕は、はい、北海道に話を戻しましょうか。そうですね。僕の地元旭川の話を、うん、まあこれも有名だし、タモ様とかにも何人かに話したことがあるんですが、うん、旭川に五穀神社っていう大きい神社があります。まあ五穀っていうのは国を守る、うん、と書いてね。書いて五穀って言うんですけども、旭川には自衛隊がありまして、うん、まあ旭川自衛隊の町だっていう感じでもやってはいるんですけども、うん、その自衛隊さんが昔戦争に行ってた人たちのまあなんて言えばいいんでしょうね、納めるための神社っていう話があって、まあ確かに石碑みたいなところに名前がずらって書いてあったりとかはするんですけど、それのお祭りが毎年1回3日間だけあるんですよ。そのお祭りの3日間のうち、絶対1日は少しでも雨が降る。今まで僕まあ確かにずっと旭川に22年間もいまして、お祭りそのお祭りも好きなんで遊びに行ったりなんなりするんですけど、絶対雨降るんですよ。30分でも1時間でも、3日間全部通して雨っていう日はなかなかまあ時々ありはしますけども、うん、でも晴れてて急に雨降って通り雨みたいな感じでわーって降ってすぐやんでとかっていうのがあるんですけど、なんで毎回雨降るんだ、うん、実は五穀神社祭っていうお祭りはその戦争にいた人たちの霊を祀るためのお祭りなので、雨が降るのは死者の涙だと話があるんですね。だから一旦こっちに帰ってきて祀られてて、戦争で亡くなって。で、ああ死んじゃったんだなって言って、幽霊とか、ね、そういう亡くなった人たちが泣くっていう意味で雨が降ってるんじゃないかと言われています。なんかその旭川ってそういう、ね、神様のなんかすごいところっていうかが、まあそういうゆかりがあるっていうかね、なんかが多いかなって思う。なんかそのそうね、今年2人でね、なんか旭川行った時に、はい、まあ某心霊スポットと言われている亀井古丹っていうところに行ったんですけど、もともと今魔人が住むっていう、神が住むっていう、要するに待って書いてるってことは、そういうなんかすごい力があるんだろうなっていう部分のあれで、心霊スポットというよりはなんかそういうもっとなんか大きい力っていうか、なんかあーって触れてはならないんだなっていうなんか感情を僕は受けたんですね、あそこに対しての。旭川の地名でカムイっていう地名があるんですよ。どうやって書くかっていうと、神がいる、住むってこうやって書く住む。4人上屋根の住って書いて口って書く。住居の京。そう。はい。カムイ。で読んでみたり、あとは結構だからそういう系の場所が多い。確かに、なんかそういうなんかそういうね、佇まいっていうか、なんだろうな、空気感っていうか、すごい感じる。そうですね。確か神楽とか、神が楽するって書いて神楽って呼んだりとか。神楽言いますね。神楽ってなんだろうね。まあそういうところがね、旭川はね、ちょっと特別というか、独特というか、そんなところで僕らは心霊動画を撮っちゃいましたけどね。俺は注意喚起してたんだから、動画公開する時にこの動画は公開しない方がいいと思いますよって言って、そう、未だに伸びてる。いまだに伸びてますけど、再生数も伸びてますね。うん、やっぱりスキャンして見るんだ。うん。あそこって、なんだっけ、記者がね、その転落事故があって、昔、まあ、それが本当なのかどうかっていうのは、正直言うと、僕も話の伝えでしか聞いてないので、本当にあったかどうかは分からないです。ただ、有名な話で、金子みすずっていう作家さんがいるんですけど、有名な旭川出身の作家さんで、その方も本に書いたぐらい、SL が当時走ってた時に、あそこ、亀子丹の横って確かに線路があるんですよ。で、亀子丹にも亀子丹駅っていう駅があって、そこが SL 走ってて、亀子丹に今行くと SL が何台か置かれてはいるんですけど、昔々、その汽車が山を登ってる最中に、あれ何でしたっけ、チェーンが切れただからなんだっけ、上がりきれなくて、あ、そうだ、上がりきれなくて、そのまんまジェットコースターの後ろ状態、うわーってそのまんま下がってきちゃう。SL がバーって下がってって、下がりきった時にドンって落ちちゃったのが亀子丹だっていう話で、亀子丹にはもう一つ言われがあって、亀子丹の川に落ちると決して上がってこれないっていう言われもある。まあ、タモ様も多分見たとは思うんですけども、あそこ水量が多くなるとさらに分かるんですよ。あそこ何個も渦があるんです。ってね。だから人が落ちたり何しても上がってこないっていう言われのある場所でもあるんですね。すごい濁流だよね。鳴門海峡みたいな感じですか？なのかな。鳴門海峡に関してはもう完全に海みたいな。あれの川版。で、ちょっと形も確かにまっすぐではない。くねくねってちょっとワンみたいな感じで。そう。景色として見るとすごい綺麗だなって思うとこも、神秘的だなって思う部分もあるんだけど、なんかそういう人がどうこうしていいとこじゃないのかなみたいな気はする、で、やっぱり駅があったから、駅の、まあ、名残があるんですよ。線路のとこがサイクリングロードになってて、トンネルがあって、で、駅舎があって、ホームの残ってる感じのとこが、段差があって、ホームになってるとこがあって、みたいなの、駅舎がやばいっていう、そう。で、まあ、そこに、その当時の SL も、ね、一つ展示車あるんですけど、ここ、まあ、SL も嫌だけど、まあ、駅舎もなんかあるだろうと思って、まあ、とりあえずその駅舎の中、今、サイクリングロードの休憩所になってるんですけど、非常に入って、いやー、もう絶対ここで撮ったらなんか撮れるよなって、もう直感で思って、でも一応ね、なんかその、検証だから行って、撮ったんですよね。で、映ってて。で、あえてその時はそう、丸とかはしなかったけど、こことここみたいな、言われたとこ、いろんな人に言われたとこ、ここみたいな、ああ、そうですねっていう、ですよねっていう。だから、もう俺らは行くけど、なんだかんだらってちょっすんではなくて、絶対もう行きたくないし、行かないでくださいみたいな感じで、まあ、某ね、平和の滝も行ったんですけど。某って言ってんのに平和の滝ってダメですよね。あるんだよ、ポニーシェン。平和の滝。あそこもやばかったっすね。あそこ有名じゃないですか、超。超有名だけど。スーパー有名じゃないですか。僕が札幌に引っ越してきて1年とか2年目ぐらいですよね、確か行ったの。だから僕も有名だし、あ、ちょっと興味はあったんで。でもなんかね、二つは違うところは、なんつうの、あそこの亀子丹っていうのは、なんか、全体的になんか、そういう、なんていうのかな、磁場というか、まあ、その土地の力っていうか、が、なんか、そういう感じなんだな、みたいな。まあ、良くも跳ね返るし、悪くも跳ね返るけど、どちらかというと受け付けるって感じじゃないのかもなっていう、人を受け付ける感じじゃないのかもな、みたいな。だから、まあ、その別にトイレとかも、で入れたし、駅舎も入れたし、まあ、あれだったんだけど、平和の滝は、滝の方は別に行って、まあ、冬だったから足元危ないから、そんなに行かないで滝の写真とか撮ったりとかできたけど、トイレは入れなかったんですよ。ああ、やばい。これ入れない。みたいな。トイレは異常だった。なんだろう、滝も亀コタンもなんか綺麗なんですよ。直で見てたり何してる時も景色は綺麗に映るんです、自分の目には。でも今まで行ったところよりもトイレは全く別に映っちゃって、ああああねみたいな。で、その前でね、いろいろあったし、詳しくは動画で詳しくは本当に見ないですね。はい、見ない方がいいですね。はい、じゃあ今度はこうパワースポット巡りします。いいことあるように。本当にね、神社とか北海道神宮とか。亀コタンに行ってから調子が悪いんだ、本当に。笑い来るでしょに。割りたいですよ。もう一回行く、もう一回行く。都市伝説。結構、旭川に関しては心霊系もいっぱいあるんで、調べてみるといっぱいあるんで、興味ある人はちょっと調べてみてもいいかなと思いますが、決しておすすめはしません、行くことに関しては。旭川は正直言うと、札幌もまあちょこちょこありますけど、旭川に関しては、すっごい嫌なところがいっぱいあるんで、ああ、絶対行っちゃいけないだろうなっていうところとかも結構いっぱいあるので、決して遊びでは行かないようにしてください。行くのは危険ですね。本当に。はい、ところで、都市伝説、ラストでございます。はい。私ですね。はい。すごいあるあるでいいですか？あ、実はある。ものすごいあるあるなんですけど、ピアス開けるときに、